自覚さえから全身を匂ってくるからこの子にあだ名つけてもらっていいですか。妖怪便器なめだ。はいどうも、小金虫です。はいどうも、ゴミ虫です。はい、ということで今回はですね、太田と山田知名度調査対決、イエーイ。二人でトリオに行って、はいはいはい、視聴者さんを探すというね企画でございます。早速マッチングして探していきたいと。どっちの方が知ってる人多いかっていう、そうそう、勝負をねちょっとやってみましょうか。負けないんだけどね。負けないです。キムチさん、こんにちは。あ、待って、これパーティーチャットやん。あ、頭が悪いな、俺だ。キムチさん、キムチさん、一緒にお話しようよ。お願いお願い、キムチさん。一緒に お願い。お願い、何でもする。何でも、ちょっとだけ、先っぽちゃけでいいくらい。先っちょけ。抜けた。さあ、マッチングしました。あ、ヤスオさん、一緒に遊ぶ。4月2日、誕生日おめでとうございます。誕生日配信したら、絶対に見に行くから。どうしてよ。おお、おじいさんたちとお話ししよう。やすおくん。あ、VC つけた。お願いお願い。オフになってる、ミートになってる。あ、抜けた。もう、なんで？続いては、こちら。はい、しいたけ。しいたけさん。しいたけさん、一緒に話したいね。しいたけさん、VC つけた。しいたけさん、一緒に話しましょうよ。あれなんか途切れてますよ。あれマイク。治りました。あ、治りました。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。おお、え、マイクケツについてますか？調子悪いですね、今日。話があるんですけどね、ヤマダハウスって知ってますか？ヤマダハウス、ごめんなさい。あ、わかんないっすか？太田っていう人は知ってますか？太田、わかんない。あ、ケツに入れとうわ、これは。椎茸の前の FDB が気になって仕方ない。あ、これは気にしなくて大丈夫。気になるな。気になるな。いや、気にしなくて。僕たち親友だろ。お願いお願い。レブ、あ、蘇生入れられてる。レブやり、レブやり。おりゃ、バイバイ。ヘイシリー、FDB ってなんだい？現代人やの。こいつラッパーなんですよ。なんで FDV でイン踏めるんですよ、無限に。聞いてみたいです。よよ、ワンツーワンツー、流れをルーズ、俺は FDV 帰って入れるケツにビーダマーみたいな感じ。よ、こいつバカにしてますよ。ケツにケツにって。ケツに何ケツにビー玉、ケツにビー玉でビーってところギリギリ。ごめん、しいたけさん。ごめんなさい。また会う日まで。続いての方はこちら。ゆうさんかな、ゆうさん。ゆうさん、こんちは。ゆうさん、こんちは。ゆうさん、マイク一緒に話す。ゆうくん、どうしても声つけれないね。ゆうくんの方、うお、お前やばい。お前死ぬぞ。バンガ落とせる、バンガ落とせる。ゆうくんのバンガ。あ、バンガ落とした、バンガ落とした。もう一人やってる、山田詰めてる。やった、やった、あと一人ね、多分。うわ、オッケーオッケーオッケー。レースガチローね。けん、こいつ。ゆうくん一緒に詰めよう、そいつ。ナイスーナイスー。最後に声を聞かせてくれ。ありがとう、キャリー。うわ、お願い、声を聞かせてくれよ。さあ、つけるのでしょうか、抜けるのでしょうか。3、では、1。続いてのモンスターはこいつだ。ゆうくん、ゆうくん来たって。また同じ街だね。声聞きたいな。どんくらい聞きたい。こんくらい聞きたい。ナイスー、ゆうくん、チャンピオン取ったから勝利の声聞かせてくれ。ほんとに一緒に願い、マジで一緒に願い、お願い、ほんとに一緒に願い。ガチガチ、これ以上一緒に言わないから。さあ、VC をつけようでしょうか、抜けるのでしょうか。3、2、1。おほー、もうそろそろガチで来てくれ。すげー、ゆうくん、こんちはダメ、お願い、お願い、お願い、ちょっとだけでいいから。おい、ワンドエッジからずっとしてるから。マジロ、肉肉、そいつも。この声が聞こえたら屈伸をしてくれ。聞こえ
聞こえてるってこいつ。おお、すげえ、しかも。頼む、無視オンにしてくれよ。お願い、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 本当に。お、はい、着いた。お、杉石くん、こんにちは。お、こんにちは。じゃあ、杉石くんは YouTube とかって結構見たりしますか？あ、はい、見ます。お、見たりしますか？もう結構見たりしますか？あ、そうですね。お、ちなみに好きな動画投稿者は誰かね？サイギアさん。あ、デトネーションの。僕もゴルフィット実況見てましたよ、昨日。あー、面白いな。親友お前ら。どんなこと聞いてないんですよ。杉石くんはですよ、YouTuber でヤマザハウスっていうのを知ってますか？あ、ちょっと存じ上げないです。じゃあ、ちなみに。太田っていう人は知ってたりしまーす。太田さんですか？はい。なんか YouTube におるんですよ。なんか、きしょいやつが。あ、すいません、ちょっと。ですね。あいつ来ましたよね。いや、無理だー。ごめんなさい。ありがとう。ありがとうございました、杉下さん。すいません。ワンタンスープ。ワンタンスープさん、こんちゃ。こんちゃ。ワンさんかな？おおおおおお。ワンさんは物資ついてるのでしょうか？ワンさんの声。行きたい。ありゃ、ついてません。お願い、ついてないか。くそ。おついた、ワンさんの声。こんにちは。あ、こんにちは。なんでつけてくれたんですか？聞きたいって言うから。よかった。ありがとうございます。せっかく話せるんでね。そうですね。でも楽しくやっていきましょう。喋、はい、って。はい。うほー、ムラムラしてきたー。うお、全員殺してきてくれー。一人やりました。今日二人とも激動かな？オッケーです。あとこいつだけ。だいぶ気にダメージ。オッケー。仕方の伝えだった。あ、全部あさってください。あさってください。死体にはもう名もないんで、あさってください、存分に。結構、YouTube の動画とか、配信とか見たりするんですか？あー、いや、たまにスタヌと、イフナさん、ちょっと見るぐらい。あー、全然。なるほど。デトネーションが人気やな。ちなみにですよ、YouTuber のヤマダハウスっていうのご存知ですか？いや、ちょっと知らないっすね。わかんないっすか？知らないです。ちなみに Apex する前はなんかゲームとかされはったんですか？ブラックオープンとか。BO2 から入って。おお。BO2 から入って。おお、BO2。BO2 から。はい。僕もやってました。から入って。じゃあ太田っていう YouTuber は知ってまーす。ああ、知ってますね。え？知ってるんですか？それ僕なんですよ。あ、そうなんですか？あ、そうなんですか？やっと出会えた。え、どんな印象っす？俺って知らない程度。やばい人。どういうところがやばいですか？陰キャ大学生。ごもっともでございます。できれば救急持ってるんで。あ、じゃあライトあげますね。ライトの方が欲しいです。大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。やべパスやる。ナイスです。押せ山田。投げてめっちゃナイス。俺蘇生入れてくるから暴言銃みたいなのを探してたんですよ。と暴言吐いてるクソガキみたいなのいねえかなと思って、はい、出会った人全員なんか誠実な大人みたいな人ばっかなんで。エフェクス民度高かったっすか？いや、民度高いんすよこれ。思った以上に。なんでちょっと早くスイッチが来てほしいっすね。変な切り取りとかしないんで、はい、よければ僕に暴言吐いてくれませんかね？あー、それはちょっと。このままいったらこのタイトル誠実な成人男性とエイペックスしてきたってなっちゃう。再生数3や。あと1秒台で暴言吐いてって言われたもんな。キモエピソードでも話して、じゃあキモいと思ったら、うわキモって言ってもらっていいですか？あ、じゃあ僕のとっておきのキモエピソード話していいですか？はい。僕コンビニ店員だった頃にですよ、まあ、深夜をやってて、あの綺麗な人が入ったんですよトイレに。でそれで女性トイレなんで、でそこでトイレから出てきた瞬間、僕深夜はそこ2人だったんですよね。でその時にちょっとお腹痛いんでトイレ行ってきますって言って、そのトイレに入った瞬間まず匂いを嗅いで、から匂いを嗅いだ後に便器に顔面をなすりつけて、最後にチンチンをなすりつけてました、ね、それ大丈夫ですか？お、ブログ？お、これキモさレベルで言ったらいくつですかね？100がマックスだとして。100ですね。ブログ？おーりょー。仲良くしましょうよ、ワンタンさん。一緒にいましょうよ。ワンタンさん、角折るよ。お、なんて足元に。試合の最初までは仲良くチャンプル取りましょう。ワンタンさん。はい。スマホの中に。スマホの中に。おらしねー。おれー。ナイスー。
ワンタンさんナイスー。ありがとう、ワンタンさんのおかげでチャンピオン取れて。もう喋りたくないってワンタンさん思えて。ちょっとこの口が臭いから全身が気になってくるから。口が臭い、そんなこと言わないでよ。で、実際臭いです。じゃあこの子にあだ名つけてもらっていいですか、ワンタンさん。妖怪便器なみで。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これ乗せちゃっても大丈夫ですか、変な切り方とかしないんで。はい、ありがとうございます。すいません。じゃあチャンネルトークしときます。すいません。あれ切られちゃった。妖怪元気なめさん、自我予告お願いします。ジルルルルルってことで、なんと僕の名前妖怪だめ、今度から元気なめさんのいろんなところで舐めちゃうから、あいろ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 ということで、次回行ってくぞ。次回、なんだって。なんと今日からはやめなさい、妖怪ナメハウスに名前変わっちゃうかも。みんなそれでも今後見てくれるよね。バイバーイ。